航空写真をもとに、羽田空港の歴史をまとめました。羽田空港は、東京都大田区に位置しており、その敷地はすべて、もともとは干拓地、もしくは埋め立て地です。東側を東京湾、南側を多摩川、西側を海老取川に囲まれています。羽田空港の歴史は、現在の旧整備場地区付近から始まります。国土地理院の資料から入手できる、最も古い1936年の写真から見ていきます。こちらが、1936年当時の羽田空港周辺です。1800年頃から、この地では干拓が行われ、やがてこの干拓地には、穴守稲荷神社、海水浴場、及びその付近まで鉄道を引いていた、京浜電気鉄道が経営する羽田運動場などができ、行楽地となっていました。また1910年代から、この干拓地を利用して、飛行訓練なども行われていたようですが、1931年、干拓地の北側に東京飛行場として、正式に飛行場が設置されました。飛行場といっても、当時はとても簡素なもので、長さ300メートルの滑走路と、格納庫等の施設が、いくつかあるだけでした。こちらは、1944年の写真です。1938年頃から飛行場の拡張工事が行われ、800メートルの滑走路が2本となりました。また、1941年からは海軍航空隊も移駐しており、施設も大幅に増加しました。こちらは終戦直後の1946年の写真です。戦争が終わると、東京飛行場は連合国に引き渡され、干拓地内の住民等は、海老取川以西に強制退去させられました。この際、穴守稲荷神社も、現在の位置に移転しましたが、鳥居だけは撤去できず、結局1999年に、現在の位置に移されるまで、ずっと当時の場所に残されていました。京浜電鉄も、稲荷橋駅、現在の穴守稲荷駅、が終点となって、下り線部分のみの単線とされ、東側の区間と上り線の敷地は GHQ が使用しました。東京飛行場を接収した後、GHQ はこの飛行場を羽田アーミーエアベースと名付け、直ちに飛行場拡張工事に入りました。南東方向にかけて、滑走路を造成している様子が、伺えます。こちらは、その翌年、1947年の様子です。9A 滑走路、9B 滑走路の基礎となるものが、この時にできました。この年以降、連合国の民間航空会社が、次第に飛び始めます。当初は、簡素なターミナルが、この辺りにあったようです。駐機場や格納庫も整備され、C47、C74、などと思われる機影も見えます。ちなみに、この時建てられたこの2つの格納庫は、2017年頃に取り壊されるまで、約70年間も残り続けていました。こちらは、1955年の写真です。1951年、それまで禁止されていた、日本による航空活動が解禁され、戦後初の国内航空会社の定期便として、日本航空が運航を開始しました。その翌年の1952年には、航空管制や一部施設を除いて、飛行場は日本政府に返還され、東京国際空港と改称されました。その後、1955年には、9A 滑走路が2550メートルに延長され、9A 滑走路と 9B 滑走路に挟まれた、南側のエリアに、新しいターミナルビルが建設されました。画像は、ターミナル開業前のものです。
これが、旧羽田空港のターミナルビルの基礎となり、1993年に、新しいターミナルに移行するまでの間、何度も改築、増築を繰り返していくことになります。こちらは、1年後の、1956年の写真です。ターミナルが開業し、機種はよくわかりませんが、DC-4 だか、DC-6 だかと思われる機体が見えます。おそらく、こちらの写真が撮られた頃だと思われます。また、1952年に連合国から線路が返還された京浜急行は、再び東側に路線を延伸し、1956年に初代羽田空港駅が開業しました。同時に、稲荷橋駅は、穴守稲荷駅に改称されました。こちらは、1961年の写真です。1964年の東京オリンピックを控え、新たな滑走路建設のため、北東側に敷地が埋め立てられ、拡張されている最中です。また、ターミナル西側の駐機場が拡張され、燃料タンクや、格納庫とおぼしきものもできています。東京オリンピック前年、1963年の写真です。旧 A 滑走路は3000メートルに延長され、旧 C 滑走路が建設途中です。東側の駐機場は大幅に拡張され、ターミナルも増築が進んでいます。ボーイング707や DC-8 といった初期のジェット旅客機の姿も見えますね。また、首都高速道路、東京モノレールといったインフラの整備も進んでいます。当時建設された東京モノレールの駅もターミナル近くの地下にありました。地下に潜るトンネルは、現在のトンネルのすぐ東隣にあったようで、この辺りから、現在の軌道からは分かれていたようです。こちらは、1966年の写真です。オリンピックの年の1964年に、旧 C 滑走路、東京モノレール羽田駅、首都高速道路、空港出入口、現在の空港西出入口、などが続々と完成しました。駐機場には、ボーイング727、YS-11 などと思われる機影が増えてきました。当時、日本は高度経済成長期にあり、また1964年には海外旅行が自由化されました。羽田空港の発着数、旅客数はどんどん増え続け、駐機場やターミナルは手狭になってきました。そのため、1960年代前半より、新空港の建設が検討され、1966年には、成田空港の建設が決定されます。なお、この1966年は、全日空機羽田沖墜落事故、カナダ太平洋航空機墜落事故、日本航空羽田空港墜落事故、と、羽田空港で立て続けに墜落事故が発生した年でした。こちらは、1971年の写真です。この年、旧 B 滑走路が2500メートルに延長されました。増加し続ける発着数に対応するため、旧 A 滑走路は大幅に短縮されて、実質的に廃止となり、駐機場が増設されています。また、ターミナルも増築され、搭乗橋が設置されました。こちらのターミナルは国際線用です。駐機場には、まだ就航したばかりの、ボーイング747も見えます。こちらは、1975年の写真です。1970年代初頭には開港するはずだった、成田空港は、反対運動などの影響もあり、計画は大幅に遅れていました。羽田空港では、処理能力の限界に近く、増便が困難な状態が続いていました。駐機場には、ボーイング747、DC-10、トライスターなどのワイドボディ機が、だいぶ増えてきました。
このように大型機が増えてきたことも、ターミナルの混雑に拍車をかけていました。また、正月に撮られた写真ということもあり、駐車場は満車で、周辺も大混雑しています。旧羽田空港の駐車場は、新ターミナルに移るまで、ずっと平面駐車場のみでした。ちなみに、先に述べた、穴守稲荷神社の鳥居は、この辺に立っています。こちらは、1979年の写真です。施設面では、特に大きな変化はありません。この前年に、成田空港がようやく開港し、国際線はほぼすべて、成田空港に移管されました。しかし、国内線需要は増え続け、空港の旅客数は、すぐに国際線移管前の状態をも上回ってしまいました。また、ジェット化が進んでいくにつれ、騒音も問題となっていました。そのため、1970年代には、羽田空港を沖合に拡張する検討が、なされてきました。1960年代後半から1970年代にかけては、旧整備場地区では新しい施設や格納庫が増え、GHQ 時代の施設は撤去されていきました。こちらは、1984年の写真です。1983年に、羽田空港沖合に拡張する、いわゆる、沖合展開事業が決定されました。これは、3本の滑走路と、巨大なターミナルをそのまま沖合に建造、移転するという壮大なものでした。沖合を埋め立てて、敷地を造成している様子が見て取れますが、ここは、もともと建設残土や、港の浚渫土が投棄されていた場所で、ヘドロ化しており、工事には困難を伴ったようです。こちらは、1988年の写真です。沖合展開事業は、3期に分けられており、第1期が、旧 A 滑走路に代わる、新 A 滑走路の建設でした。新 A 滑走路の用地の埋め立ては終わり、滑走路の建設が進んでいます。また、首都高速湾岸線の工事も行われています。こちらは、その翌年、1989年の写真です。1988年に、長さ3000メートルの新 A 滑走路が完成し、沖合展開事業第1期が完了しました。これで羽田空港は、再び3本の滑走路を使えることとなりました。沖合展開事業第2期は、新ターミナル、西側、を建設し、それまでの国内線ターミナルの機能を移転することです。ターミナル移転計画に伴い、東京モノレールと、京浜急行電鉄も、新ターミナル地下に乗り入れることとなりました。東京モノレールの、新しい地下トンネルの建設現場が見えます。また、当時の京急空港線の終点は、ここにある羽田空港駅でした。羽田空港駅といっても、空港アクセスには、ほとんど使えない位置にありました。京急は1991年から、穴守稲荷駅より東側を運転休止し、地下トンネルを掘って、まずは海老鳥川対岸の羽田駅、現在の天空橋駅、まで延伸することとなります。駐機場には、ボーイング767、A300、MD81 といった機材も見えます。また、日本航空は、2代メツルマル塗装、全日空はトリトンブルー塗装、日本エアシステムは、レインボーカラーに変わっていった時期です。こちらは、1992年、新しいターミナルビル、ビッグバード、現在の第一ターミナル、が、開業する前年になります。新ターミナルビル、新整備場地区の建設が進んでいます。新しいターミナルビルは、搭乗橋24箇所を備え、広さも快適性も、旧ターミナルからは段違いに向上します。また、第3期の事業エリアの、東側地区の埋め立てもかなり進んでいます。40年近くにわたって使われてきた旧ターミナルも、残すところあと1年となりましたが、
新ターミナル移転直前の時点でも、搭乗橋は、たったの6カ所しかないことがわかります。同時期の他の空港を見ると、大阪国際空港は国際線合わせて18カ所、福岡空港は12カ所、千歳や名古屋でも8カ所です。こちらは、1997年の写真です。1993年に、新ターミナルビルが開業し、沖合展開事業第2期が完了しました。引き続き、新 B 滑走路、新 C 滑走路、第2旅客ターミナルビルを含む、第3期事業が進んでいます。1997年には、長さ3000メートルの新 C 滑走路が完成し、また東側の駐機場も大部分が整備されています。駐機場を見ると、主力の大型機は、まだまだボーイング747ですが、航空3社すべてが導入した、ボーイング777もちらほら見えてくるようになりました。旧ターミナル地区を見ると、大部分の施設は取り壊されていますが、国際線部分だけは、まだ使われています。京急空港線は、新ターミナル開業の半年ほど前に、羽田駅、現在の天空橋駅、まで延伸しました。以前の羽田空港駅は廃止され、実質的に海老鳥川の対岸に移動した形となったため、利用者の利便のために、ここに新しい歩行者専用橋が設置されました。東京モノレールは、新ターミナル開業と同時に新駅に移行して、旧線は撤去され、地下部分は埋められました。旧ターミナル近くにあった東京モノレール羽田駅は、移転という形で、京急線羽田駅と同じ位置に移動しました。京急線が新ターミナルまで延伸するのは1998年のことで、それまでは、羽田駅でモノレールに接続する形となっていました。新ターミナルまで延伸した際に、混乱を避けるため、羽田駅は天空橋駅へと改称されました。天空橋というのは、先ほどのこの人道橋の名前です。ちなみに、例の鳥居の周りだけ、駐車場が残されています。この鳥居が現在の位置に移設されるのは、1999年のことです。こちらは、2002年の写真です。2000年に、長さ2500メートルの新 B 滑走路が完成しています。これをもって、旧空港時代の滑走路はすべて移設されました。また1998年には、第2ターミナル予定地南側に、暫定国際線ターミナルが作られ、旧ターミナルは完全に解体されました。成田空港開港以降、羽田空港の国際線は、政治的理由で台湾の航空会社のみ就航していましたが、2002年に成田空港で滑走路が増設されたことに伴い、それらも成田空港へと移管されました。そして同じく2002年の日韓サッカーワールドカップを機に、韓国との間に国際チャーター便が開設され、浮いた発着枠と施設を活用することとなりました。この国際チャーター便は、その後もほぼ定期便に近い形で運航し続けることとなり、2007年以降には、同じような名目で中国との間にも路線が開設されています。ちなみに、この辺りに見えるのは、バスで移動した後に搭乗橋で搭乗する、ボーディングステーションです。近年でも、北側の駐機場に新たに設置されましたが、当時のこの場所のボーディングステーションは、主に日本エアシステムが使用していました。1990年代後半以降は、規制緩和に伴って、新規航空会社の参入が相次ぎ、スカイマークエアラインズ、北海道国際航空、スカイネットアジア航空、スターフライヤーなどが、いずれも羽田空港を拠点に次々と就航しました。3本の新滑走路は揃いましたが、首都圏の航空需要増大はとどまるところを知らず、1990年代には、再び発着能力の限界に達しようとしていました。政府は2000年頃から、羽田空港再拡張や、首都圏の第3空港も含めた、航空需要の拡大に対応する案を検討してきましたが、2001年、羽田空港の再拡張を行うことが決定されました。
こうして、第二ターミナル完成による沖合展開事業の完了を待たずして、羽田空港はさらなる拡張が決定されたのでした。こちらは、2005年の写真です。2004年に、第二ターミナルが南ピアを除いてオープンし、それまで第一ターミナルの北半分を使用していた全日空が移転しました。合わせて、東京モノレールも第二ターミナルまで延伸しました。ターミナルと、環状8号線を結ぶ道路が建設中です。こちらは、2007年の写真です。この年、第二ターミナルの南ピアがオープンしました。発着枠増大のため、滑走路から離脱するための誘導路が追加されています。また、羽田空港再拡張事業の一環である、4本目の D 滑走路の建設が始まりました。こちらは、2010年の写真です。D 滑走路の造成工事が進んでいます。多摩川の流れを妨げないよう、この部分は桟橋構造となっています。同じく再拡張事業の一環である、新国際線ターミナル地区の工事も進んでいます。国際線は当初、D 滑走路完成により増える発着枠を使用して、近距離国際線を飛ばす方針でしたが、2008年には、深夜早朝に限り中、長距離国際線も就航可能とし、国際旅客定期便を就航させる方針となりました。これによって、成田空港開港以来、限定的な国際線しか運航されてこなかった羽田空港は、本格的に再国際化されることが決まりました。新国際線ターミナルビル建設に伴い、東京モノレールは軌道を変更し、新駅を作る工事を行っています。京急線は、もともと新ターミナルのほぼ直下を通っていたため、そのままの軌道に新駅を建設しました。こちらは、2012年です。長さ2500メートルの D 滑走路、および国際線ターミナルが供用されています。暫定国際線ターミナルは解体され、第二ターミナル南ピアを拡張する工事が行われています。発着枠増加に伴い、駐機場が追加されています。旧整備場地区北側のスポットには、ビジネスジェットが多く泊まるようになってきました。また環状8号線が、旧滑走路を横切る、現在の形に変わりました。こちらは、2016年の写真です。2014年、長距離便の大型機に対応するため、C 滑走路は離陸に3360メートル使用できるよう延長されました。同じく2014年には、国際線ターミナルの北サテライトがオープンしました。これにより、国際線ターミナルの搭乗橋は、当初の10カ所から18カ所へと増加しました。駐機場は、さらに増えています。最後に、こちらは2019年の写真となります。新たに始まる都心上空ルートの関係で、誘導路の増設工事が行われています。駐機場もさらに増えました。第二ターミナル南側では、国際線に対応させるための工事が行われています。国内線エリアが削減されるため、第二ターミナル北側の駐機場には、サテライトビルとボーディングステーションができています。国際線ターミナルでは、搭乗橋を2カ所追加する工事が行われています。これで、同ターミナルの搭乗橋は、開業当時の10カ所から、20カ所へと倍増しました。国際線地区周辺では、再開発が進み、ホテルほか様々な施設の建設が行われています。また、多摩川の対岸の川崎市と、羽田空港を結ぶ橋の建設も行われています。2020年5月現在、これより先の大規模な改修計画等は決まっていませんが、羽田空港はこれから先も、増大する需要に対応するため、どんどん変化していくことでしょう。